まあ、そうですね、やっとあの試合、まあ、できて、まあ、いい結果で終われてほっとしてます。左入ってで一発、まあ、右入れてでこう上向いた瞬間目が飛んでてもう無抵抗だったんでもうこれ以上いったらやばいなと思って、はい、止まりました。いやもう想定通りであれも全部自分の中で想定した動きだったので、まあ、シュレック選手がなんかいろいろ工夫してるのは、まあ、絶対あのやってくれるなっていうのは分かってたんですけど、まあ、そうさせないというかできないような戦い方をできるあの自分ができる自信があったので、まあ、全く何も心配なかったですし、まあ、あれも本当にあのイメージ通りの展開だったでした。でも本当さっきマイクで言った通りもう外国人とやりたいのでもう日本人はもう卒業して、まあ、海外で面白いカードを組んでもらえたらいいなと思ってます。